ハシジロキツツキは、キツツキ目キツツキ科に分類される鳥。全長50センチメートル。キツツキ科の鳥の中では、メキシコ西部に生息する近縁種の帝王キツツキに、ついで2番目に、大型の種である。頭部は赤色で、くちばしは肌色。顔から背中、翼の上半分、お歯にかけては、黒か四色で、翼の下半分は灰色。顔の横から、背中の左右にかけて、 白い帯が入る。森林に生息する。植生は昆虫食で巨木の樹皮の下に潜むカブトムシの幼虫などを捕食する。巨木に巣穴を掘り繁殖に利用する。アメリカハシジロキツツキは森林伐採により生息数を減らし、1945年には絶滅が確定されたが2004年2月上旬にアーカンソー州の水辺で カヤックの乗り手ジーン・スポールディング、ジーン・スパーリングによる目撃情報が寄せられる。コーネル大学の研究者で生体写真家のティム・ギャラガーとアラバマの大学教授、ボビー・ハリソンは目撃情報をできるだけ取得してバードウォッチャーが殺到する事態を避け、生息の確認と個体数の推計調査を進めることにしてワイルドライフ・コンザーバンシーを生息調査計画の協議に招く。 同団体は最初の目撃情報が寄せられたビッグウッド地域の合衆国政府保護区で環境保全を担当し、また活動資金集めに精通しており、職員のスコット・サイモンは調査費用の募金に取りかかる。個人寄付者は何のための研究資金か使途を秘密にするという制約のもと、これという確証はなくとも60年ぶりに、 再発見されるかもしれないという夢に高額な寄付を託す。生息調査は、コーネル大学聴覚研究所が指揮をとって調査者を揃え、調査期間を2004年3月から5ヶ月と告げた。ただし、調査目的が橋ジロキツツキの生息確認とは、告げないまま、録音機材の設置と録音したメディアを研究所へ分析に回すよう指示が出される。 目撃情報から14ヶ月後の2005年4月、わずか4秒ではあるものの特徴を捉えたビデオ撮影に成功すると、研究所は再発見を宣言。たちまち全国市から地方市まで大きく取り上げられ、発見地点に最も近いクラーレンドンの町は、橋ジロキツツキの故郷と名乗り始める。キューバ橋ジロキツツキも森林伐採により1970年代に、 絶滅したと見られていたが、1986年4月に再発見された。1950年代から絶滅が危惧されており、国際保護庁に指定されてきた。アニメーションキャラクター、ウッディー・ウッドペッカーのモデルとされている。ありがとうございます。